今日は細いという字を書いてみましょう。まず一画目、左半分に糸辺が来るように書きます。斜め45度に入って、ひらがなの空を書くように書きますが、折れ曲がってからは短く止めます。2画目は1画目の書き始めからスーッと下に降りてきて、この1画目の書き終わりを目指して通ってきます。で、1画目の曲がったところぐらいまで来たら少し右上がりに戻ります。で、この曲がった時もあまり長くなりすぎないように少し短めで止めてください。3画目もこの1画目2画目の書き始めよりも右に出ないように書き終わりを短く止めるようにしてください。4画目は1画目の書き終わりと2画目の交わったところから2画目に触れてまっすぐ下に降りてきます。で、止めてください。ここにつけてください。5画目は左払いですけれども、あまり長くなりすぎないように短く払ってください。6画目もこの1画目の書き始め、2画目の書き始め、3画目の書き終わりよりも右に出ないように短く止めます。7画目、少し内側に入るように縦画を書きましょう。8画目は7画目の書き始めと同じところから入って右に行きます。で、折れ曲がってくるとき少しだけすぼめるように内側に入ってきてください。9画目は縦画です。8画目の横画のちょうど半分ぐらいの位置からまっすぐ下に降りてきて、7画目8画目の書き終わりよりも少しだけ上で止まってください。ほんの少しです。10画目は7画目のちょうど半分ぐらいの位置に横画です。最後11画目は縦画の最後を3つとも結びます。ポイントとしては糸辺です。糸辺は壁があると思って1画目を基準に、で
2画目もこの壁よりは右に出ず書きます。で 壁まで2画目の曲がった先が来てしまうと点がこの壁よりも右に出てしまうので途中で止まります。で3画目で書き終わりが壁に当たるように書きます。あとはこのぶつかったところですね、基準に。でここは跳ねずに止めてください。あとはこちら田んぼのターンになるので少しだけすぼめて描くとかっこよく描けます。であまりターが縦長に大きくならないように少しだけ小さめに描きましょう。